ハロー YouTube。 はい、というわけでですね、日経テレト大学が終わるっていうことで、僕の考察動画をちょこちょこ、さっき一昨日ぐらいから上げてるんですけど、僕高橋さんが自らね、もう100万日経テレト大学100万登録になったっていうことで、それを節目にですね、僕もうテレ東を退社して独立してお金稼ぐぞみたいなことかと思ってたんですが、どうやら、そういうことではなくて、結構これ闇が深いような気がしてきたんで、僕の考察を今動画でまとめたいと思います。まずですね、ひろゆきさんがちょこちょこ、昨日からツイッターで意味深なことを言っていて、高橋さんがテレビ東京を辞めたいというのは一度も僕聞いたことがないんですよねっていうのがすごい意味深なんですよね。これ文春法というか文春オンラインさんが、テレ東のね、高橋さんに営業というか突撃電話かなんかをして、話聞かせてくださいって言ったところ、高橋さんが今ちょっと話せないんですよみたいな感じで、ちょっとね拒否されたってことなんですが、その記事がですね2月15日にまた有料かなんかで上がるらしいんですけど、その前にですね、僕の全てのことをまとめた思いを、今言いたいと思います。まずですね、内部のに、ひろゆきさんがこういうツイートもしてますね。この文春の記事に内部の人間ですが、単純に日経が NG と言ったのが理由です。日経の意図に沿わない報道番組はテレ東では作れないということです。社内では戦いはあったようですが、日経の圧力にはプロパーテレ東では対抗できません。これは僕高橋さんとちょこちょこライブしたことあるじゃないですか。でそこででもちょこちょこ高橋さんがテレ東はまあ緩いんだけど、日経が結構みんな真面目で固い方が多いんですよねみたいなこととか、いろいろ高橋さんの言動を思い出すと、確かにこれありえるんですよね。例えばキャスティングとかも、いろんな、まあ、NHK 党だったりとか、まあ、立憲民主党だったりとか、いろんな党が出てるんですけど、全部が全部出てませんよね。もしかしたらこれも、いやちょっとね、圧力っていうか、キャスティングもなんだかんだ気使ったキャスティングっていうか、できないキャスティングもあったのかなって思うんですよ。いやいや、そこはどうなのとか、このゲストはまずいだろうとか。まあ何が言いたいかっていうと、結局高橋さんってこびないというか、視聴者さんが思ってることを、いやそうですよね、そう、例えばですよ、 AKB って全然オワコンですよねみたいなことで視聴者さんのコメントが入ってたんで、僕がそれを取り上げていじってた配信とかもあったんですけど、いやこっちだってやりたくねえよ AKB の番組なんてとか言ったりとか、そういう歯に着せぬ発言を結構繰り返すのも高橋さんの面白いところじゃないですか。ただそこがですね、多分もしかしたらええ加減にせよってことで怒られた可能性もありますよね、これで。もうさすがに、あと大してね、みんなチャンネル登録100万ですげえ儲かってると思いきや、日経テレ東大学、確か高橋さん、これもうオンエアされてたと思うんですけど、大して利益出てないみたいなこと、まあ赤字じゃないけどぐらいならしいんですよね。だから、その予算がかけられないし、普通の僕らみたいな YouTuber だったらいいんですけど、やっぱテレ東でやるってなると、ギャラとか、そのまあいろんなもろもろ、人件費とか、結構、あれでもコストを抑えてるとは思うんですけど、大して儲からないんですよ。それだったら高橋さん、もっと他のこと、その発想力とか企画力を他のことに生かしてよっていうことで、もう日経テレ東大学なんてもうやめようぜみたいになったのかもしれないですよね。でそれで多分これ相当ですよ、高橋さんがいやいやここまで来たんでチャンネル登録100万人ぐらいまでやらせてくださいと、じゃあ100万人いったらもう終わりねみたいなことを言われて、僕が今までこうやって築き上げてきた視聴者さんにも愛されてるチャンネルを消されるんだったら納得いかないですみたいな、じゃあやめますみたいな、なんかそういうやりとりがあったのかなと思うんですよね。このひろゆきさんのテレビ東京を辞めたいというのは一度も聞いたことがないっていうのがすっごい意味深なんですよね。なので僕、高橋さんが進んでテレ東を辞めたいと、辞めて自分でチャンネル立ち上げて金稼ぐぞと思ってたんですけど、常務を目指すっていうのをまあただの嘘というかノリで言ってただけで、けど昨日でなんかこれちょっと待てよと、もしかしたら高橋さんは本当は
テレ東でジョーも目指したかったんだけど、いろんなものが背景というかね、圧力というかあって、こうならざるを得なくなったんじゃないかなと思うんですよ。とにかく連絡が取れないんですよね、今高橋さんと。多分その文春さんもあしらわれたように、全てが落ち着くまではなのかもしれないですね。まあ、とりあえず2月27日にですね、新宿ロフトプラスワンで箕輪さんと高橋さんがで、そこで全てなんとかって言ってるので、そこも日系テレ東大学ファンの方が行ってみると、行くと面白いかもしれません。新宿まで遠いよみたいな方はチケットも、オンラインチケットも買えたと思うので、2、3000円だったかで、はい、ぜひ。というわけで、ちょっとね、いよいよ話変わってきたなみたいなのがあったんで、今日は子供部屋おじさんというかね、子供部屋から撮ってみました。もう日系テレ東大学とね、アベプラのただのファンなんで、ちょっと僕からしたら結構大きなことなんでね、日系テレ東大学がなくなるっていうのは連日ですが、出させていただきました。引き続きちょっと情報が入ったら止めていきたいと思うので、チャンネル登録よろしくお願いします。いってらっしゃい。